もの駅で待ち合わせをして、いつも君は間に合って僕をいじる。いつもの場所へ車を取りに行こう。いつも君は助手席で笑ってる。誰も知らない場所でも笑ってられる。不思議、時間があっという間に過ぎていくほど、二人でいるとどうしてこんなに楽しいんだろう。バカな話をしてもちっとも飽きないのは、きっと二人は、きっと僕らは似たもの、いつもの時間に LINE を送り、たまに君は朝寝坊をする。そんなやりとりが愛しく思えたり、君との時間が幸せをくれる。ぶつかり合った時も、分かり合えない時でも、二人ならいつか分かり合える、信じてる。時間があっという間に過ぎていくほど、二人で話すとどうしてこんなに愛しいんだろう。真面目な話からバカな話で盛り上がるとき、きっと二人は、きっと僕らは似た者同士だから。きっと二人は、きっと僕らは似た者同士だよ。